こんばんは。動画を視聴していただき、ありがとうございます。黒農園のりょうたです。皆さんに、過去足で自生している植物の豆知識を一つご紹介できたらと思い、動画を作らせていただいてます。皆さん、この植物、 ピンボケピンボケ知っていますでしょうかこの植物はコバンソウと呼ばれています正式にはねウィキペディアによりますとカ子シハルイイネコバンソウという一年草植物ですコバに似た形の コホをつけることから名付けられたこれ僕ん家の買ってくです僕ここでいつもタバコ吸ってますでふとタバコ吸いながら何かが何かが生えてるなんやろなって思って気になって気になって気になって調べたらコバあそうでした 小判草の由来は昔の小判に似ているからですつまりこの植物が生えれば生えるほど金運アップどうですか皆さん小判草をもし欲しいという方がいらっしゃいましたら私に連絡くださいいっぱいありますいっぱいあります いっぱいあります。<laughs> ちなみにこの小番草もうちのニワトリたち大好きです。まあ、うちのニワトリたちは。ちあのー、何でも食べます。今日でも。ニワトリたちの砂浴び。 動画と撮ったらまさかのアラームで途いれちまったつらっしってのわけでかこわ,わしに自生する小番荘の消化でした本日も動画を視聴していただきありがとうございました黒尾農園の亮太です 飛ばんそう失礼いたします。